偏差値という道具でもって一元的に評価されてしまうっていうシステムが高度成長期にできてしまったっていう。スウェーデンは子どもが未就学児の時から子育てに関わったらオキシトシンという愛情ホルモンが出るので、次はですね、教育への投資の上水効果についてということで、我々もそうですけれども、教育っていうのは未来への投資だと。福祉の側面も、格差是正という面は確かにあるけれども、やっぱり子どもたちに十分な教育を受けてもらうことで国も発展するし、子どもたちも豊かになるということで、これは投資としてお金を入れていく理屈が通るんだということですごく思ってるわけでして、投資をする先としていろんな公共事業とかいろいろあるけれども、一番子どもがいいんだみたいな感じでよく政治家も言うと思うし、我々もそういったことを言ったりするんですけれども、この教育への投資の上水効果というところ、先生専門分野として本とかも書かれていると思うんですけれども、これどういうふうに考えたらいいんですかね。そうですね、なかなか計算は難しくって、日本では前原さんも国会等でご紹介されてますけども、文科省の委託調査でそういった推計をなされたことがあるんですね。で確かそれが大学教育の上水効果、上水効果といいますか、上水効果、通常は GDP に、投資した場合に GDP がどのぐらい増えるか、投資額に対してっていう倍率のことですけれども、とりわけ政策で重要なのはどのぐらい最終的に財政に戻ってくるかですね。政府財政への貢献というところがポイント、最終的なポイントになると思うんですが、それは文科省の調査によると確か 2.3 倍ですかね。ですね。犯罪が減るとかね。そうですね。納税が増えたり犯罪が減ったりとか、そういったことによって大学教育にかけたお金の 2.3 倍が将来受けた本人によって財政にもたらされるということで、高等教育は投資効果が高いんだと、1倍以上あるということですね。損をしない、むしろ得をする、財政にとってっていう推計があります。そういったところで、とりわけGDP への上水効果も公共事業等では重要ですけれども、教育となるとこれは公共事業ではなくて人が対象なので、人は将来働いてくれたりとか、いろんな社会生活を営む中でいろんな財政に貢献したり負担をかけたりするわけですね。なのでやはり単純なGDP の上水効果っていうのはおそらくかなり計算も難しいですね。一生となると、通常上水効果、公共事業の上水効果は数年後までしか見ないわけですよね。でも子どもはずっと何十年も生きるわけなので計算が難しい。そうなると上水効果ではなくて、財政への貢献がどのぐらいか、あるいは社会全体にどのぐらい富を増やすのかとか、本人のどのぐらい利益になるのかっていうところで研究が進んでますね。経済学の分野で研究が進んでまして、私は社会学者ですので、それを傍から見て非常に重要な研究やってるなと思って感嘆して見てる立場ですけども、最初にちょっとご紹介したアメリカのね、過去50年間の133の福祉政策を分析した結果によると、本人の利益をどのぐらい高めるかっていう費用対効果で見ると、子どもへの投資が最も費用対効果が高い。この子どもっていうのは妊娠期から大学生までですね。でとりわけ不利な立場の子どもへの投資が最も効果高くて、場合によっては無限大の効果があるっていう、5倍から最大無限大っていう結果が出てますね。でなかなか大学生以降になってしまうとどんどん投資効果が下がってしまって、1倍超えることもあるんですけれども、むしろマイナスになることもあるっていうような結果が出てますね。もう逆に今までの話ともう完全に一致しますけれども、もうだからこそ教育とか若い時の、もちろん子どもだけに教育するわけじゃないですけれども、そこにもうどんどんお金を入れるということは、国的にも政策的にもやっぱり理屈が通るんだということは、いろんな研究成果があるということですよね。本人の利益にもなるし、政府への貢献という面で見ても、やはり大学生ぐらいまでであれば投資効果が現状としては高いというところは言えますね。これただあれですよね、例えば教育無償化を実施するとなると、もう予算規模が大きくなってくると、またその試算であったりとか考え方も変わってくると思うので、やっぱりお金を入れる、無償にするだけではなくて、いい教育を提供する、質を向上させていくっていうことも、同時に考えていかなければならないということですよね。本当におっしゃる通りです。なので例えば今の日本の大学システムであれば、投資した額の 2.3 倍が将来財政で戻ってくるということなんです。なんですが、これを無償化した場合その分費用が増えますので、そうすると 2.3 倍がだいたい1倍 1. 何倍になったりとか、ただその設計にもよりますんで、うまく設計すればちゃんと1倍を超えてちゃんと政府にとってプラスの政策になるかと思います。それは設計次第だと思いますね。あとはやっぱり質の問題は本当に斉藤さんおっしゃる通りで、これ保育もそうなんですね。保育でも実はそういったメタ分析の研究がありまして、先進各国の保育の効果を比較した研究がありまして、それによるとやはり保育の質が高ければ子どもの発達をどのぐらい高めるかっていう効果が非常に大きいと。で逆に保育の質が低いとむしろマイナス、預けると子どもにとって不利益になる、発達が悪化するっていうケースがあって、カナダのケベック州だとか、あるいは北イタリアですね、そういったところでは家庭でいる場合よりも保育所に預けた場合の方が環境が悪化しちゃうので子どもの発達が悪化してしまった。やっぱりこれは保育の質をしっかり保たなくちゃいけない。でその保育の質の、その研究の基準で見ると日本の保育はどうかというと、0-2歳は結構配置基準がそこそこ平均的なので、先進諸国の中でなので、まだマシなんですね。ただ3-5歳が30人です。そうですね。30人に1人っていう人も先進諸国最悪の配置基準なので、今子ども家庭庁も改善するよう努力されてるんですよね。ただ改善したとしても例えば25人に1人にしたりとか、20人に1人、これではまだまだ先進国の波になってない。先進国並みっていうのは15人に1人とか、もっといいレベルなんですね。そのぐらいにしないとやはり保育の質としては保ちづらいかなと。現状としては日本は結構各自治体で加配っていいますかね、保育士さんを国の基準よりも少し手厚くして頑張って保育の質を保とうと頑張っておられるんですけれども、もしこれが配置基準ギリギリになると結構質は担保しにくくなるかなと。やはりこれ配置基準を改善してしっかり質を高める、これは大学教育もそうですよね。大学教育もしっかり質を高めていくことで投資効果というのはやっぱり高まっていくと思いますので、それも同時にもちろん重要だと思いますね。その先生、質の改善、大学高等教育で、我々教育無償化というのはあくまでも必要条件であって、そういった質の改善とかいうこともやっていかないといけないねっていう話をしてるんですけども、大学改革の中で我々は大学には入ることはそれほど今ほど難しくないけども、卒業が大変だというものに変えていくべきだという意識を我々は認識を持っていて、つまりは入試が最大のハイライトになって、大学入試が。でそのために高校教育、中学教育、あるいは幼稚園からね、では一貫校に入るためにお受験をさせるっていうようなところで来てるので、そういったものをゴロッと変えるべきじゃないかというふうに思い、それはやはり大学入試をよりハードルを低くし、卒業のハードルを高くするっていうことが大事だと思うんですが。現職の教授としてどのように思われますか？そうですね。いや、理念としては本当そうだと思います。私もこの後の話題に関連しますけれども、子どものウェルビーイングが低い、この一因はやっぱり偏差値っていう一元的な評価のあり方、これが場合によっては今中学受験の率って今過去最高なんですよ。中学受験率、そのぐらい過熱してます。はい、過去最高っていうのはびっくりしますけども、そのぐらいもう中学受験するのはだんだん普通になってきて、で中学受験の時には高校中学の偏差値によって輪切りされて一元的に小学生が評価されるわけですね。そのような小学生ぐらいからもう一元的な価値観で人を評価するようなシステムというのは日本はどんどん強固になっている。でこれは例えば韓国も大学受験大変ですけども、韓国は高校受験は結構自由らしくて偏差値っていうのがないらしいですね。高校には偏差値が付与されてなくて基本的には。で大学はもちろん序列がありますけれども、高校はとりあえず自分の興味に基づいて行きたい地域の自分の行きたい通いやすいところを選ぶ、かなり自由みたいです。それに対して日本はもう高校受験当然のようにあって、偏差値が当然のように、そして今中学受験ですから。でこれが行き過ぎるといわゆる今問題になっている教育虐待ですね。つまり親は子どものためとってよかれと思って勉強をさせるんですけども、それは子どもに意に沿わないと非常にストレスになって、それは虐待になってしまってトラウマになってしまう。で虐待というのは生涯に全体にわたっていろんな健康上だとか人間関係上のいろんなリスク要因になってしまうんですよね。そういった面から見てもこの子どものウェルビーイングが低い一端だと思うんですね。でその根本はやっぱり大学受験があまりにも厳しく、それがずっと幼い小学生ぐらいまで偏差値という道具でもって一元的に評価されてしまっているシステムが高度成長期にできてしまったっていう、ちょっと歴史的な不幸みたいなものがあるかなと思います。これは高度成長期で子どもがわっと増えて、それを一元的に効率よく評価するために偏差値っていうのは便利な道具として発明されて、それによって助かった親御さんももちろんいるわけなんですけども、その弊害として子どもを一つの物差しだけで見てしまう。ここはやはり大学受験の質を変えていく。例えば今特色入試、京都大学でも特色入試っていうのがありますが、そういった偏差値ではない、つまり普通の認知能力ではないだけではなくて、総合的に評価するっていうことですね。その人のいろんな活動全体を、そういった取り組みが国立大学でも広まってきていますし、そういったことでだんだん改善はされてきているのかなと。これやはりさらに進めていくことで、よりその本人の特性に合った偏差値で大学を選ぶんじゃなくて、自分の特性に合った、自分に合った大学を選ぶ、高校を選ぶっていうふうにしていくと、多面的にその子の特性を評価できるようになるので、そうすると子どものウェルビーイングも改善するのじゃないかなと。そういう意味ではやっぱり大学受験をいかに改善するかっていうのが重要だと思いますね。でそれが根本的には、企業がこれまで大学の偏差値でフィルターをかけてたんですね。学歴フィルターっていうのは採用でかつてかけていた。ただ今ここまで若者は人手不足になったので、今企業はそんなことしてないらしいです。なのであんまりしてないという情報もありますね。なので今はもうそれ一人一人の特性を心理テストかなんかで測って、特性が合う人を選んでると。その会社に合う人となると、偏差値はそんな重要じゃなくなってきてるわけなんですね。時代遅れな物差しになってるので、やはりここは大学受験を改善しないといけないなと、大学の教育の在り方を改善しないといけないなと思いますね。さっき農山漁村の話をしましたけど、やっぱり子どもの非認知能力は川で遊んだり、虫つかみしたり、山で、だから私は森の幼稚園とか、もう建物のない保育園とか、そういうところがポツポツで始めてるんですけど、その乳幼児時代からの多様な環境、そこもきちんとこの社会としてサポートできるようにしたいなと。本当そうです。私も今子ども家庭庁の委託事業で10年後の子ども子育て支援を考える研究会っていうのを委員やってるんですね。そこで先進的な保育園の事例を、知らせて、ヒアリングさせてもらってるんですけど、ものすごく素晴らしい事例が全国各地ポツポツと出てきてます。それが結構田舎なんです。そうですね。都市部も一部ありますけど、都市部は自然が限られてますからね。それとやっぱりそう空間が狭いし、日常接触する情報が限られてるので、そういう意味では日本がこれだけ国土が豊かなんだから、もっともっとその非認知能力と子どものウェルビーイングを考えるような教育システムをぜひ柴田さんの方からも言っていただけたらありがたいなと。そういった面で大学教育の在り方も、今アクティブラーニングの導入ってことでだいぶ現場もどんどん変わってきていますけれども、それますます改善していく必要があると思いますね。これ先生、偏差値に変わるものってどういうことで、じゃあ、大学を選ぶ方も、決めていったらいいのか、私なんか逆にその偏差値が当たり前の世代で生きてきたので、いや先生まだまだ若いけど、どういう形でじゃあ大学を選べばいいのかという、その何か違った基準とか価値判断、教えていただければありがたいなと。我々の世代は、模試を受けて自分の偏差値を知って、でそれで一番合うところっていうのを選んでたわけなんですけども、偏差値っていうのが、例えば特色入試がどんどん広がっていくと、もう偏差値があまり通用しなくなってバラバラになってくると思うんですよ。そうすると、単純なテストじゃないですから、そうなるとやっぱり自分にとって一番興味が合うところを選ぶ、興味関心、例えばこれ天文学に興味があるなら天文学が強い大学を選ぶっていう形で、あるいは虫に興味があるならそういう昆虫学とかそういうのに強い大学を選ぶとか、そういうふうに自分の興味に基づいて、それに一番強い大学、豊かな大学を選ぶっていうふうになっていくので、その人その人の関心に応じた大学選びになっていくんじゃないかなと。評価の見方っていうのも一元的にその何に秀でてるかっていうのは一元化できない大学の特色になりますから、そういうより多面的な大学評価になるし、あとは子どもたちへの評価も多面的になっていくということで良いんじゃないかなと。あとですね、教育現場にいると本当に入学だけが目標で、入学した後目標を見失っちゃう大学生本当にいっぱいいるんですね、京大にも。はい、これやっぱり大学入学、京大入学が目標になってるからで、それやっぱり高い偏差値の大学入学っていう、大学入ってから何をしたいかってはないんですよ。入学のためにやってきた。なので入学した途端目的を失っちゃって、何をしたらいいか分からなくていろいろ悩んでしまったりっていう学生さんいるんですね。これは自分の関心に合わせて大学を選べればそんなこと全くないはずですよ。昆虫についてもっと調べたいからこの大学に入った、やっと入れたよ、やっとこれから昆虫学者ともっと日々会えるっていうふうにもっとワクワクするはずなんですね。これやっぱり偏差値教育の弊害として入学だけは目標になって、その後大学生活が非常に何したらいいか分からないし、場合によっては遊びほうけてしまうっていう原因になってると思いますね。子どもの人生の選択肢を増やすのに、例えばの例ですけど、今琵琶湖博物館25年前に作って、私の子どもたちもめっちゃ行ってましたね。毎週のようにお魚さんっていう名前なんですか、うちの子どもたちが。お魚さん行きたい、お魚さんって毎週行ってましたよ。ありがとうございます。年間パス持って、いやもう夫婦で琵琶湖博物館は我が子どものようなゼロから企画から作ったんですけど、今黒川るい君っていう高校1年生の子が2歳からもう4000日博物館に通った。それで初めての「琵琶湖の魚」っていう本を、素晴らしいんです。中身も正しいし、もう魚類学者がびっくりするくらい観察眼があって、そしてもう今やあっちこっちのお魚博士言われて、子どもたちと一緒にもう琵琶湖中走り回って、この間は安藤さんからいろんな賞をもらったりしてました。はい、だから中学校高校からで、そういうもうあの子の人生って魚と共にこれから一生行くのかなと思う、一つの極端な例かもしれませんけど、そういう子どもの人生の多様化というので、やっぱりうまいのはスウェーデンですね。最後のテーマです。子どもたちに豊かになってほしいというのは、これは経済的な面だけではなくて、やはり幸せになってほしいという思いが誰しもあると思うんですけど、ちょっと最後のテーマはそのところについてお話をいただきたいと思うんですけど、ちょっとどういうテーマかというか、どういう話をするのかというのを、ぜひよければ唐さんから最初始めていただければと思うんですけれども。子どもは親を選べない。生まれる地域も時代も選べない、そしたら子どもにとってその子が一生人生を楽しく幸せに暮らせるように、整えるのが親や地域や政治の仕事だと思うんですよね。スウェーデンは本当に子どもが未就学児の時から、男の子も女の子も大きくなったら子どもを産み育てることができるんだよって言って、男の子も子育てに関わったらオキシトシンという愛情ホルモンが出るのってテレビで言ってるの。6歳ぐらいのそう保育園の子が、男の子が、だから僕も大きくなったら子育てするのって、翻訳されてるんですけどね。オキシトシンという愛情ホルモンは、京都大学の教育学部の明和先生が、明和雅子先生が男性も子育てに関わったらちゃんと愛情ホルモン出るのよ、人類はもう狩猟採集の時代から男女ともに共育てしてきたんだっていう、そういうのをもうスウェーデンなんか子ども時代からちゃんと家族教育で、そこには性教育も入ってるんですよ。この辺りがやっぱり今の日本で欠けてて、子どもがそれこそもう人生の選択肢が狭くなってしまう一つの理由かななんて思ってるんですけど、どうでしょうか。そうですね、本当子どもの多様性っていうのは、もうそもそも遺伝的に人って多様なんですよね。本当にいろんなグラデーションがあって、いろんな特性があって、私も上の、3人娘いますけど、上の2人が二卵性の双子なんですね。なので全員女の子ですけども、姉妹のように遺伝子が半分違うんですよ。個性を司る遺伝子が違う。だから同じ環境で同じ時生まれたんですけど、全然性格違うんですね。そういったところからも本当にその子の持っている特性っていうのがあるんだなと。でそれをやっぱり我々大人はちゃんと育んであげるって言いますか、大事にしてあげる、それが大人の責任なんだなと思うんですよね。そういったところから、さっき唐さんおっしゃったように、どんな状況で生まれてもちゃんと自分の特性がしっかり発揮できるような、それを否定されずに、その特性が社会の中でいい意味で生かされるような、そういう環境を整える義務がもちろん親にもあるし、家庭にも地域にもあるし、政治家にもあるというふうに思うんですよね。その一歩としてやっぱり教育の機会を均等にする、私最近前原さんの答弁をいろいろ国会中継でね見させていただいてるんですけど、本当素晴らしかったのが、一番このいくつかのその教育無償化の重要な効果のうち一番大事なのが2つ目の教育の格差の均等化であると、これが一番哲学的に重要なんだっておっしゃっていて、本当にその通りであると。どんな環境に生まれても、どんな地域でも、どんな家庭でも子どもがちゃんと育てるような環境を整える、そのために教育にお金がかかったり、お金で教育を諦めるとかそういったところもないように、もちろんそれはもうそれだけでは不十分で、それはあくまで必要条件っておっしゃってますね。十分条件じゃないと。だから虐待の予防だとかいろんな環境の面っていうのはいろんな面が重要なんですけれども、そういうふうにおっしゃってて、あ、それ素晴らしいなと思った次第です。そういう意味でやはりどんな状況でもしっかりその子の特性がいい意味でちゃんと生かされる、ちゃんと否定されずに肯定されて生かされる、そういう環境になってくるとちゃんと自己肯定感っていうのは育みやすい。日本の子どもたちは自己肯定感一番先進国でね低いっていうデータがあるわけなんですけれども、やはりあまりにも偏差値的な、あるいは認知能力 IQ ですね、認知能力的な視点でしか子どもを評価しない。それ以外のいろんな多様な非認知能力とかいろんな興味っていうのを、多様性を見ようとせずに一つの視点でしか、偏差値的にしか評価しなかったのがこれまでの高度成長期はねどんどん工業中心だったので、それで経済回ったわけですけども、今これからの時代はそうではないわけですし、やはり子どものウェルビーイングという点から見ると、そういった状況、教育の状況を改めないといけないなと思いますね。多様な例の一つなんですけど、今発達障害とかあるいはいろいろな精神的な悩みというのがあって、そこで私たちは算数できません、言語能力はかなり劣ってます。でも土をいじって、そして焼き物をしたら素晴らしい作品を作る。それでアール・ブリュットという生の芸術、木の芸術というのを滋賀県に入れて、でそれを国政の中でも障害者芸術の分野を一つ作ってきたんですけど、だから例えば沢田真一さんっていう、今も30ぐらいなんですが、ほとんど言語あるいは計算できないけど作品すごいんです。でそういう方がいっぱいいる。だからまさに潜在的に持ってたんですよ。その力をようやく作業所で自由に粘土をいじらしてもらって、でもうこう作業してる時の満足そうな顔、それでできたらもうできたものには特にそれがお金になろうが評価されようが関係ないんです。作ることそのものが嬉しいんですね。そうなんです。それって本来の人間の力じゃないかなと思う。アートの本質ですよね。お金がかかる無償化の話とか教育投資の話とかもそうですけど、今のようなさまざまな才能とか自分が好きなものを見つけれるようにするっていうのもやっぱり家庭の責任じゃできないですよね。社会全体で支えていく、これは予算の話だけではなくて社会全体で子育てをしていくような支え合う環境がなかったら、その負担を考えたら若い人たち怖くなって子供を産めなくなってしまう。ますます少子化しちゃいますよね。そうなんです。だから家族主義じゃダメなんですよ。ダメですよね。だからそこの思想の転換というか、思想を変えるのは政治の仕事じゃないかもしれないですけど、でも政策的に予算的にそういった社会を変えていくリードみたいなものをする責任を果たせると思うので、その一つが我々が掲げている教育の無償化というところに表れているのかなと思うんですけど、前原さんそのあたりはいかがですかね。もちろんそうなんですね。日本財団というところが18歳の意識調査っていうのを9カ国でやっていて、これを見るたびにショッキングな私は思いを持つんですね。主要9カ国の中で一番日本の子どもがこの国の将来に対して悲観してるわけですね。あるいは問題解決はできないと思っている。でそれに対して政治に対する関心が薄い、自分たちが何とかこの国をしようという意識も薄いというところがあって、でその教育の中身っていうのは非常に難しくて、軽々に申し上げることは慎まなきゃいけないと思うんですけども、やはり自分たちがどのようにこの地域に、あるいは社会に、あるいは国家に関わっていくのかっていったことをですね、やはり少しずつでもやっぱ盛り込ませていかなきゃいけないなというふうに思っているんですね。先生と私の地元ですけど、京都の学校というのがコミュニティスクールというのをやり始めて、今全国に広がっている。あれは非常に良かったなと思っているのは、先ほどの話にも関わるんですけども、子どもの教育っていうのは親だけでは無理だと。で学校の先生だけでも無理だと、もちろん地域も関わっていくっていうことの中でコミュニティスクール、つまり学校運営協議会っていうのは親、そして学校、そして地域、この3者が協力し合って学校の運営を決め、内容を決め、授業も決めていくっていうことで、例えば京都であれば京都の歴史、お祭りの歴史、京都のお祭りって言ったらね、三大祭りの祇園祭りもあるし、あるいは伝統産業もあるし、そういうようなことを専門家の方が来て教えてくださるっていう授業をやっていて、文科省の確一的な教育だけではなくて、さまざまな伝統文化を教え、また、自ら子どもたちが覚えるだけじゃなくて、やはり考える、そして共に話し合って問題解決策を議論し合う、いろんなやっぱり息の長い気の遠くなるような作業というものをやりながら、その積み重ねというものがまさにその18歳の意識調査というものを少しでも変えていくことじゃないかなというふうに私は思っていて、やはりそういう学校教育の在り方というものを先生だけに任せない、親だけにも任せない、地域も関わっていくというようなことにやっぱ変えていくことから始めるしかないのかなと思ってるんですけども。いかがですかね。いや本当そうですね。で、先ほど少しご紹介しましたけど、その子ども家庭庁のその研究会でその先進的な保育の事例を今見させて、ヒアリングさせてもらってるんですけど、本当にいかにその地域の人々を巻き込んで、保育園だけで閉じずにその地域の高齢者だとか、あるいは地域の障害者だとか、あるいは就労支援を受けている方とか、そういった方と日常的に触れ合うような保育園っていうのを作っているところもあるんですね。でそういったところでは子どもの個性を本当に大事にして、本当は保育士さんはすごい高度なことをされていると思いますが、しっかり子どものやりたいと思ったことをみんなで支えて実現していくっていう主体性を育む教育をされているんですよね、保育園の中で。でそういったところは小学校から視察が来るそうです。こういった主体性を大事にする教育をどうやってやってるのかということで、小学校の先生が、地域の小学校の先生が視察に来られて、で小学校に入ってもちゃんとその子たちがちゃんと良さを発揮できるように小学校も改善していきたいって、地域も変わり始めてるそうなんですね。やっぱりそうやって先進的な事例がだんだん波及効果を生んでいって、で子どもの環境が改善されていくと、非常に主体性、その卒園生たちを見ると主体性が非常にあってですね、意欲があって、あとは友達の喧嘩を仲裁に入ったりだとか、いろんな提案をしてくれたりだとか、本当に学校の先生方も助かっているそうなんです。そういったいわゆる非認知能力、あるいは人間関係の社会情緒スキルと言いますけれども、そういう社会情緒スキルの高い子どもたちが育っているようなんですね。そういった事例が増えて、学校もだんだん変わっていく必要があるし、やっぱり政治がそれをバックアップして、やはり根本的にはやっぱり大学の入試制度だとか、就職の採用現場は多分もうすでに改善されていると思いますけれども、遅れているのは大学入試かなと思います。あるいは大学教育の在り方ですかね。そこら辺をしっかり改善、政治のテこ入れで改善していただくことで、みんなが子どもの環境を良くしていくようになればいいなと思いますね。そういう小さい頃からいろんなそういった学びというものを行っていけば、確実的な教科書だけ覚えて、そして試験だけいい点数を取るっていう教育じゃない教育をしていけば、おのずと先ほど先生のおっしゃっていた大学に入ることが目的ではなくて、何をしたいかっていうことを考えられる、ということがおのずと身についてくるんじゃないかなというふうに私は思いますね。またぜひ大学入試改革の話もまたテーマに取り上げてやりたいと思いますし、また先生もこの人にこの話聞いてみたらいいみたいなことがあったら、ぜひまた教えていただければと思いますので、あっという間ですけれども、本日も本当に柴田先生に来ていただきまして、大変いい話ができました。ありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。でまた引き続き教育無償化を実現する会では、教育政策がメインにはなりますけれども、その他の政策分野に関してもこのような対談形式を通じてですね、皆様に情報発信などを続けていきたいと考えておりますので、またご意見やまたご要望などがありましたら、ご気軽にいただければと思います。それでは本日は皆様視聴いただきましてありがとうございました。引き続きどうぞよろしくお願いをいたします。ありがとうございました。